Hey there, it's Yumi from English Bootcamp. 皆さんこんにちは。English Bootcamp の Yumi です。アメリカ英語の発音コーチをしております。こちらの講座では、アルファの記事を一つ選んで、それを音読しながら発音のコツを解説していきたいと思います。今回取り上げる記事はこちらになっております。Child for Year. 日本の子供の数41年連続で減少。 っていうねこちらの記事なんですけれども数のお話なので結構数字がいっぱい出てきますなので数字の読み方っていうのがね今回の一つのポイントになってきますあとは音のつながりですねリエゾンリンキングですねこちらの方も非常に重要になってきますのでそのあたりをね注目しながら聞いてみてくださいねでは一度一通りね音読してみますね Japan's estimated child population has fallen for the 41st straight year to a record low, government data showed May 4th. The number of children aged 14 or younger, including foreign nationals, stood at 14.65 million as of April 1st, down about 250,000 from a year earlier and the lowest figure since 1950. When comparable data became available, according to the Internal Affairs Ministry, the ratio of children to Japan's overall population also fell to a record low of 11.7%, down 0 0.1 percentage point for the 48th straight year of decline. えー、population,、ね、人口ですね、えー。これの発音ねちょっと気をつけてください。population っていうふうに発音される方が非常に多いんですけれども、えー、最初のね、po, この o ですけれどもね、po ではなくて pa ですね。えー、喉を縦に開く、ちょっと大きめに喉を開く感じのあっていう音、あの中間音ですね。あです。po ではなくて pa, pa って感じ。じゃんけんぽんで パーを出すときのパーのイメージですね。population, population ですね。population にならないように。それから population has fallen ありますが、えー、この現在完了形の has ですね、えー。has ってここはね、助動詞として扱われていますね。なので fallen こっちがメインの動詞です。has は重要ではないので、あまり強く発音しないように。 population has fallen ってやると変な感じになるんですね。fallen の方にストレスを置いて population has fallen, population is, population is っていう風に H8 割ぐらい脱落する感じです。そうすると population の N の音とちょっと繋がっていく感じなんです。population is, population is って感じ。population has fallen ですね。で、41年連続ですね。 Forty f i r s t s t r a i g h t Forty f i r s t 最後の st っていう st の音と straight の st っていう st の音は2回連続しますね。2回連続同じシーンっていうのはね、発音しないのが英語です。なので、f o s t の st って音と次の straight の s st って音が合体して i r s t s t r a i g h t Forty f i r s t straight となります。で、straight と今度は ear がつながる感じ。straight, year って切らないで straight year, straight year 41st straight year 41st straight year っていうふうにつなげるととてもスムーズで自然な英語になりますそれから record low 記録的な低さってことですねこの record ですけどもレコードではなくて record っていうふうに頭の方にこれストレスがきますね record っていうのはこれ動詞です 録音するとか録画するっていう動詞の時は record っていうふうに後ろにストレスが来るんですが名詞とか形容詞の場合は record っていうふうに頭にストレスで cord ではなくて c u r d curd っていうふうにちょっと弱めに record, record, record low ですねで government ですけどね government もねスペリングね綴りはあるけれども読まないっていう音がたくさんありますまずこの govern の rn これね発音してません で、メントの最後の t、これも発音しない。なので、government, government というふうになります。govern, この earn ではなくて govern, govern, govern です。government, government, government ですね。それから、2パラグラフ目ですね。 えー、外国籍を含めてっていう、including foreign nationals とありますね。foreign のんの音と次の national の n の音ね。来ました。また、シーンが、同じシーンが2つありますね。さっきの4 r s t Strait と同じく、同じシーンは2回繰り返さない。なので、自然につなげましょう。foreign national, foreign nationals ですね。で、student. 今度は stud の d と at をね、つなげましょう。stud, at ではなくて student. student, student. で、あット強調しないように。で、あッの t、ね、これも t っていう風に破裂しないで、音をね、ストップかけましょう。student, student, student っていう感じです。なので、ほとんどあッ聞こえてこない感じですね。それから down about ですね。えー、この down の次に about が来てますね。なので、ここも down, about っていうに切らずに down about, down about. っていうふうにつなぎましょう。about の t はまたストップです。about ってやらずに、but, but って止めます。down about, down about ですね。で、次、25万。25万。f t 0ですね。250ですけれども、and は軽く発音しましょう。250ではなくて、250, hundred, hundred and 250, 0 0 0っていうふうに、and を強調しないように、and、とか、b u t とかね。あと、前置詞ですね。この、とかね。っていうのは、いわゆる機能語と言われるものです。機能語っていうのは、その文章の中の機能を表す言葉で、いわゆるつなぎの言葉なんですね。なので、そこにストレスを置かないのが英語です。 日本語って助詞に結構ストレスを置くんですよね。なんとかで、なんとかのみたいに。で、その癖で英語もこういう重要でないところにストレスを置いて読んでしまいがちなんですけれども、stud at 14.65 million とかね、down about 250,000とかっていう風うにね、えー、そういうふうに about とか at とかっていうところに、えー、強調しないように気をつけましょう。次ですね、from a year earlier. From a year earlier. ここもね、自然につなげましょうね。year earlier って切らないように。earlier.r をそのまま次の earlier にまでつなげていきます。Year earlier, yearlier, year and.and までね、つなげましょう。Year、earlier, and.earlier, and.earlier, and the lowest figure. っていうふうに行くとすごくスムーズです。それから次ですね。 Comparable data. この comparable ですけれども、これね、頭の c o m のところにストレスを置いて、comparable って発音する人と、comparable って発音する方と両方います。で、どっちでもいいです。読みやすい方で。私は comparable の方が読みやすいので、comparable って今あ読みましたけれども、comparable でも OK です。その場合、真ん中にストレスが来ると、この A は、えーの発音になります。べシャっとした音。comparable です。 最初のくん、くん。これが弱い、手話ですね。曖昧になります。comparable となります。頭にストレスがあるときは calm です。さっきの population と同じくあ、喉を縦に開けるあに近いおの音ですね。calm です。comparable, comparable, comparable, comparable ですね。どっちでも OK です。で次の according to the internal affairs ministry. internal. えー、この L、ダーク L なんですよね。internal, の o なんですけど、次、affairs っていう風に、ボイント始まってますね。ということは、音がつながります。internal affair, the affair, the affairs っていう風になります。internal affairs, internal affairs ministry ですね。っていう風に繋げると、とっても英語っぽくなります。最後の段落ですね。 overall, over all っていうふうに切らないように overall, overall ーーーーっていうふうに、えー、r の音から次の all までね、うまくつなげてください。overall population, overall population ですね。ーーで,すねで、また record low って出てきますね。で、eleven point seven percent ですね。えー、percent ですね。pacent ですけれども、後ろにアクセントがあるので、percent. っていうふうに、1000の方に向かっていってください。11.7%ですね。で、down 0.1今度はっていうふうに来ますが、n の後の t ってね、アメリカ英語では非常に脱落しやすいんです。なので、でもいいんですけれども、早く読みたい時は percentage, percentage ときは、っていうふうに t を脱落しましょう。0.1% 0.1% point ですね。っていう風うにすると、ナチュラルな感じになります。そして最後また、48th straight year ときますね。straight の t と year がつながります。で、次 year of までね。一気につなげましょう。straight year of, straight year of, 48th straight year of decline. っていう風に、えー、切らないっていうね。この英語って音を切らないっていうのがとっても大事なんですよ。48th straight year of decline ってやると全部ブツ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 と切れますよね。これ choppy って言われるんですね。chop っていうのはブツっと、ブツ切りブツ切りにするっていう意味ですね。choppy にならないように、流れるように音をつなげようと思いながら読むと英語っぽくなると思います。 今回ね、結構いろんなところでリエーゾンですね。音のつながりが出てきましたので、そこだけをまず練習するっていうのをやってみてください。ね、41st straight year.41st straight year. ここだけ言えるように。ね、48th straight year.48th straight year. Of, straight year of, ここだけ言えるように。internal affairs.internal affairs. ここだけ言えるように。っていうふうにね、えー、それぞれを練習してから、 頭からまた読んでいくっていうのをやってみるといいかなと思います。えー、以上今日はこの日本の子供の数が、えー、41年連続で減少してますっていう記事でしたあ。また次回の記事を楽しみにしておいてくださいね。ではではまたお会いしましょう。See you!